たい時は泣いたらいい。笑いたい時は笑えばいい。食べたい時は食べればいい。飲みたい時は飲んだらいい。第8回月刊クロストックニュースです。このニュース番組は職人さん専門のお店クロストックが毎月26日に発行しているクロストック新聞の YouTube 版です。毎月新聞の発行の少し前にリリース。今回もちょっと遅れてリリース、ごめんなさい。いっぱいになったらここへおいで。今夜はいっぱいいっぱいだけ一緒に飲もうじゃ。新しいオープニングテーマ曲、エルチノブヒロさんの「明日晴れるや」が好評です。口ずさみやすい、勇気づけられるなどのお声をかけていただいています。ありがとうございます。今回は好評につきバックにフルコーラスかけさせていただきます。明日は明日の風が吹く。楽しい夜は一人じゃ踊れない。第29号の表面トップの記事は4月21日からスタートしたエアコンフェア第2弾です。1推し商品は BBK のクロストック限定エアコン工具セットとレックスのコードレスプレア RF20S です。朝になるのだろう。泣きたい時は泣いたらいい。笑いたい時は笑えばいい。食べたい時は食べればいい。飲みたい時は飲んだらいい。悔しい時は愚痴るのもいい。そんなことだってたまにはいい。すっきりすべて吐き出したら明日は明日の風が吹く。特報、5月 X 実にこのクロストックの YouTube チャンネルのオフィシャルサイトをリリースする予定です。乞うご期待。面のトップは埼玉上尾店のおすすめ商品です。埼玉上尾店ではコロナ対策コーナーを展開しています。おすすめはキレイニーのスライド式 UV 除菌ライトです。ぜひ一度手に取ってみてね。面ではこの他に職人さん必見、業界ニュースも注目です。今回のテーマは長期優良住宅化リフォーム推進事業について取り上げています。ぜひぜひ見てね。いつも見てくれてありがとう。クロストックの YouTube チャンネルの他の番組もよろしくね。ありのまんまの不器用なままの僕から溢れ出す本当の気持ち。大切な人を抱きしめるのに理由なんてもういらないし、星の数ほどの幸せを抱えて君に会いに行く。お疲れさん夕暮れに
待ってゆく帰り道、大好きな